広瀬すずが主演、キングプリンス、永瀬廉が出演する火曜ドラマ、夕暮れに、手をつなぐ、毎週火曜夜10時から10時57分、TBS 系の第2話が、1月24日、火曜日に放送される。同作は、九州の片田舎で育った浅木空豆、広瀬は、幼馴染の婚約者を追って上京した先で、音楽家を目指す青年、ウンノーン、永瀬、と運命的で衝撃的な出会いを果たすことから始まる、夢、と、恋愛、の物語。脚本を担当するのは、オレンジデイズ、2004年、TBS 系以来19年ぶりに、王道青春ラブストーリー、を手掛ける、北川恵理子氏。互いに夢を追い、励まし合い、時には喧嘩をしながらも笑い合って過ごした23歳の二人の、愛おしい時間、を書く。バル、空豆と音に関わる登場人物を演じるのは、空豆と音を取り巻くキャストとして、若き起業家で海外在住の雪平壮介を演じる川上洋平や、音が所属する大手レコード会社、ユニバースレコードの担当 A&R、磯部真紀子を演じる松本若菜も出演。また、二人が暮らすことになる下宿先、雪平邸の主、雪平京子を夏木麻里が演じるほか、田辺桃子、黒羽マリオ、内田理央、桜井美音、遠藤健一ら個性豊かな面々がストーリーを盛り上げる、以下、ネタバレを含みます。空豆、運命の人、との別れに大粒の涙、気持ち悪か。1月17日に放送された第1話では、空豆と音の、出会い、が書かれた。福岡では同じ音楽を聴いていたことに運命を感じ、東京では空豆の突飛な行動に衝撃を受け、思わず心動かされる音。一方、そんな空豆が向かう先は、2回とも大好きな婚約者、翔太、桜井、の元だった。しかし、二人が次に会うのは、空豆が婚約破棄された夜、他に好きな人ができたから、思いもよらない出来事に涙した空豆は、その後翔太からもらった大事な指輪を落としてしまったりと、まさに踏んだり蹴ったり。そこへ現れた音は、片方の靴まで落とした空豆をおぶってホテルへ送り届ける。バル、そして、ひょんなことから、空豆をこの世につなぎ止める、というミッションを受け負った音は、翌日翔太の家にも同行することに。標準語を使いこなす翔太の姿を目の当たりにした空豆は、自分が恋をしていた翔太ではないのだと悟ると、気持ち悪か、そう言い放ち家を飛び出すのだった。次回、第2話では、空豆と音の共同生活がスタートする。磯部、松本、から、あんたの曲には、痛みがない。だから人の心を打たない、と指摘されていた音にとって、空豆との出会いはどのような変化をもたらすのか。二人の恋の行方に注目が集まる。バル、空豆と音の共同生活がスタートする。第2話あらすじ。第2話は、運命的で衝撃的な出会いを果たした空豆、広瀬すず、と音、永瀬廉。それっきり、もう一生会うことはないと思っていた二人だったが、不思議な運命の巡り合わせから、空豆と音は共同生活を送ることに。そして、まさかの恋が始まる、という物語が書かれる。婚活に向けて動き出した空豆の、装い、にファン、垢抜けた。公式ホームページなどで見ることができる予告動画は、歯ブラシを加えた音が、これからお前と住むの。と不服そうな顔をすると、パジャマ姿の空豆が、嬉しかろ、と笑顔を浮かべるシーンからスタート。また、千春、伊原立花に、空豆ちゃん、婚活しよう、婚活、と言われ、婚、と戸惑う姿や、京子の、あんたの売り先はもう見つけてある、という発言に驚く空豆が映し出される。との表情も可愛らしく、空豆のピュアさがストレートに伝わってくる。さらに、セイラ、田辺に、あなたに一目惚れしたの、と言われ、音が思わず、え、と声を上げる一幕も。第2話にして、空豆と音に一つの転機が訪れるようだ。予告動画を見たファンからは、空豆垢抜けた、え、婚活するの、歯磨きしてる姿可愛い。三角関係になる、やっぱり音くんモテるよね、共同生活が始まる、2話のエンディングも楽しみ、などといった声が上がっている。